今回私は JR 四国2700系特急型機動車の報道公開に来ております。デザインコンセプトは日本の伝統衣装をアレンジしたネオジャポニズム、安らぎと精神性を併せ持つ車両です。徳島阿波踊り、高知よさこいの情熱をディープレッド、オリーブをモチーフに香川をグリーンのラインで、特急列車が結ぶ香川、徳島、高知の地域性を表現しました。車内も伝統文様をアレンジしたデザインを施し、徳島が育んだジャパンブルー、高知から望む太平洋のオーシャンブルーで彩りました。振り子式が再来したとしても注目度の高い2700系、たくさんの人を乗せて走る日が待ち遠しいですね。以上、柏原美希の鉄道リポートでした。バイバーイ。